チェキロは大パルの4人で死ぬゲームです。もちろん別に2回だけ殺すことはないです。このゲームでは皆さんの変化石仮面の吸血鬼を2つ、おじいさんガンマンを、もしこの奥深く魅力的な自殺者を0.5プレイに興味を持ったら続けて聞いてみてください。おっと、ひどくなるの。このゲームの主人公であるキムキロは険しい世の中から純粋なクローマゴルサメに借りて戦います。突如、いやいっぱい外で絶対インターネット、それよりシャタバーシュ。 この予定の中でキムキロさんは感電したり、保護司を解く。保護司が、おまむすめ、私ガチャ剣士、もう少し過ぎて。キムユキロはインターネットの陰気な面に露出されて人に、クロを捕まえてファンアートをたくさん生産し、産地を防ぎ、潤滑な金。ヒロさんは検索記録を整理して、ヒロさんは検索記録を整理して、大したもらうぞ。ちょっといいことじゃないじゃん。冒険で会う敵には、 UFC チャンピオン歪んだ読みの心、あの漫画で解いてみるのがやろうかと思うんです。 こうやって検査して、旅行するのもいいけど、今年は本当に偶然だけど清流の年。ユーバ一度出てくれなかったら寂しいでしょう。ここは、雨量峠。このゲームで最初に黒、白、赤ではない色を使う地域です。ライフ、代わりにここでは心が楽になるピンクと、ティーイル、だから、イーゴ。一度、娘の中に入ってみましょう。いたつまか詰まるかもしれない。稲妻が止まりませんでした。とにかくここが源の宮です。友情条件は巨大な植物に突入。私たちはワクチン接種を拒否した老人たちのシルバータウンに立ち寄るの。彼らに運動エネルギー系をしましょう。桜流本人の場合は典型的。 巨大なボス、広大なマップ、ポケモンの力で埋め詰めよう。この戦いの挨拶ずっと湧き上がるのは理由だけで。あ、新年明けましておめでとうございます。もう1月27日にしてもいいんですか？また2月じゃないからセーフだよ。そうなるのかな。